皆さんこんにちは。今回何に、ね、関して言及させていただきたいかというと、皆さんにいわゆるインターネットでの、ね、儲け方の秘訣をお教えしたいと思います。これは、今こういった形でね、まあ、多くの方が給料減ったりとか失業したりとかね、廃業したりしていろいろ大変な世の中だと思います。その中で今は、いわゆる会社に勤めるじゃなくてネットで、ね、やって稼いでいく、これがやっぱり重要じゃないかなって感じがします。年収、3000万、月収で250万ぐらいある自分ですけど、ネットだけでね、まあ他にメディアから受けてるんだけど、その中でその儲け方の秘訣をお教えしたいと思います。そのためにはまずは無料でメルマガに、登録していただいてね、ここの説明書き入れておきます。そこから、教材もね、出してきますので、ぜひともね、購入いただければと思います。というのは嘘ですという形で言ってる輩たち結構いるんですけど、皆さんこれ情報商材詐欺ですから気をつけてください。自分は善良な人間ですよ。確かにそういうふうに言ったらお金儲けれるっていうのは自信があるんですよね。これは何かっていうと情報商材詐欺ということで、いくらいくらいくら儲けてます、その儲け方の秘訣をお教えします。そのためまずは無料のメルマガに登録していただきということで、無料のメルマガに登録をするわけです。そこからさらなる情報が欲しい場合は、50万円、100万円、150万円のプランとかね、もしくはもうちょっと安いやつも20万円とか、もっと安いやつも5万円とかあるかもしれないけど、そういった形でいわゆる情報商材を買わせる、ような情報商材詐欺者が結構いますので、注意してください。このご時世界においてね、かなり多いです。自分だってもしそういう善良な心がなければ、そういう形で嘘をついてね、いくらいくら儲けてます、儲け方の秘訣をお教えしますって、そこでお金を、正直なこと、まあ汚いこと言わせていただければアホバカから、お金をね、ね、分取って、でそれで美味しいものを食べたりとかね、したいですけどね、そこを騙されてる人が結構いますので、正しい見識を持っていただきたいんです。よくいますよね、詐欺師。ね、詐欺師ってあれ、トヨタ商事って言いましたよね。トヨタ商事の会長長野って言いますけど、あれ右翼で殺されましたけど、ああいう輩がいるんです。でもそれに騙されちゃう方も騙されちゃう方でもあると思うんですね。だけどやっぱりそれっていうのは社会経験が豊富でないとかね、やはり裏を知らない人たちがそういうの引っかかってしまうんだけど、なので、事前に知ってればそういうことにならないと思うんです。なので善良な、ね、自分ですけど、その善良な自分が、そういった詐欺に関してこういうことがありますよってことを皆さんに説明させていただきます。今回はね、前も説明させていただいてたの、何回かこれシリーズ化させていただいてるんだけど、もう一度言わさせていただきます。これはなぜか、このご時世下においていわゆる情報商材詐欺、いくらいくら儲けてます、月収数百万円、年収3000万円、年収5000万円、年収1億円、その儲け方の秘訣をお教えします。肺がんステージ4になってしまって財産分与をしますというね、そういう詐欺師たちがいるんだけど、そういうのに引っかかってしまう方も引っかかってしまう方なんだけど、全て詐欺です、それに関してはね。そこだけ皆さん認識していただきたいと思います。ある、ね、事例を出しましょう。これは4年ぐらい前にですね、ある人から会いたいって聞かれてね、その人は、まあ、ある政治系の団体の、職員だったんですね。で、その時4年前に思ったのがね、なんだろうなって、いつも別にそんなに仲良くしてる人じゃないし、会って3回ぐらいしか会ったことない人なんですよね。で、SNS ではやり取りはね、やり取りっていうかね、してたんだけど、その中でいかにお会いしたいですなったから、お話したいことがあるって言って、で何だろうなと思って、多分ね、その政治系のあれだから講演会の依頼かなっていうか、それかなんか執筆の依頼かなと思って、じゃあカフェに行ってちょっと教えましょうって言ったんで行ったんです。で、そしたら、まあ、10分ぐらいたわいない話をしてってですね、で、その中でいきなり何の話をして始めるかって言ったら、すいませんけどお金を貸していただけませんでしょうかって言って、はぁと思って、で、いくらかって言ったら150万円って言ってね、いやちょっと待ってくださいよっつって、たかだか3回しか会ったことのないね、人間にそんなね、お金をね、貸してくださいっておかしくないですかって、あんたっつって、常識知らないのって言ってやったんですけど、その中で、まあ本来であれば、まあ、それだけ人がよく見えたんでしょうね、まあそれ逆に言うといいことだったのかなと思うんだけどね、人がよく見えるってね、そのまま本当はその怒りのあまり、ここのところのテーブルをね、そのガーンってひっくり返してバッて割るぐらいの勢いでしたけどね。だけど何か怒ることができなかった。それはなぜかっていうと、
彼のもう 50代半ばでしたよ。で彼のそのね手が震えてるんですよ。こうやってな何はさなかなか話さないんですよね。で手震えながらなんで震えてんのかなと思ってね。その人にやっと出てきたらその言葉だったんですよね。でそれを聞いてじゃあなんかちょっとかわいそうになったんです。かわいそうってあんなに怒れる気にならなかったんですね。で事情を聞いてったんです。そしたら、何を言われたかっていうとあのいくらいくら儲けれますっていうふうに言われて情報商材を売られて、その200万円で買ったって言ってましたね。で50万円はなんとか払えるんですけどあとの150万、だから娘が大学院まで行ってるって大学院辞めさせないじゃんと思ったけどね。で、それで結局どういうことがあったかってその情報商材作業を買ったんですね。で、その中で100万円150万200万円200万円買ってその後にじゃあそのお金が足りないからシャラ金に行ったらしいんです。その男若い男に渋谷で出会ってね渋谷で行ってでそれで、その男に連れられるようにシャラ金に借金してしまってということでその借金があるってことでそれに、ね、払いたいってことだったんですね。まあもちろん自分はそんな何の義理もないしねそんな人に対してそんなねいやそれは仲いい友達とかね世話になって自分が今まで助けてもらったような人に対しては余裕があればやりますけどそうじゃない全く3回しか会ったことない人間それを言うというのは全くもって、うん、ふざけてるなと思いながらもブルブル震えてたんで怒る気もなれなかったんですけど、それを会ってからやはり情報商材詐欺その前から言ってたんだけどねだから俺が前から言ってたんですよこういうことはねっつってこういう情報商材詐欺があるからノマドワーカーとか名乗ってる人たちは嘘ですから皆さん信用しないでくださいっつってね言ったんですね、うん、だからこういうことがあったんです。だからこれがいわゆる情報商材詐欺です。で、例えばね、いわゆるその YouTube なんかでもいくらいくら儲けてます、100万円年間で数千万円儲けてますっていう人が自称しています。で、自分は YouTube でもブログでも儲けてます、ウェブ系の媒体でも記事執筆してるし、あとは、まあ、そのネット関係以外にもメディアからの仕事で、メディアからの収入もあります。でネットだけに、ね、焦点を当てれば YouTube でも、ね、全部で6個チャンネル持っています。その中で、このチャンネル自体がもうすぐ2000万回で総再生回数が2000万最近こそ落ちてるんであれなんだけど他のチャンネル回して名前名乗ってないともありますが4000万回ぐらい4000万回総再生回数ある中で、まあ、大体いくら大体月に儲けれるかって大体分かるんですね。ただよく言うんですよね。たかだか数百万円、300万とか400万、500万とか600万、再生クラスのあれで、月に100万稼いでる、嘘ついてるのって言うんで、いや、絶対そんなことはないっていうふうに分かるんですね。だから、そこに関しては自分自身がネットでの収入あるから分かるんです。だけど自分は善良な人間だから、いくらいくら儲けてます、ね、年収3000万、それはそれで3000万なんかないからね、そのネットでね。で、その中で儲け方の秘訣をお教えしますって言ったら儲かるんで、アホとかバカをつって、その中で、儲けることができるんだけど、善良な自分ですから、そういうことはできません。詐欺行為ですからね、それ詐欺ですよ。だから本来であれば、まあ、情報商材詐欺で結構捕まってる人間もいるんだけど、まあ、かなりのグレーゾーンで捕まってない人もいるんだけどね。しっかりとこの問題に関しては、やっぱり検察当局がしっかりとやっていくべきじゃないかなと思います。これで泣き寝入りしている人はいますからね。うん。で、先ほど言ったようにもう一度言います。これはいくらいくら儲けてます。年収、月収100万、年収3000万円、その儲け方の秘訣をお教えします。皆さん自由になりたくありませんが、自由にパソコン1台で世界回りたくありませんが、自由にパソコン世界で1台回ってるけどねっていうふうに、別に偽物の大した、ね、海外歴もないのにっていうふうに、俺一回言ったことあったら、そこブロックされましたけど、そういう状況です。なので、そういったところ、ノマドワーカーとかね、名乗ってるやつらもそうです。だからそこら辺はしっかりと見極めて、いや、もちろん彼らがその情報のなんとかとかね、やらなきゃ、売らなきゃいいんですよ。うん、ただ単に、世界パソコン1台で回ってますって言って、それでいろいろこういうふうに言ってって言って発表するだけだったらいいんだけど、それをもとに情報商材を発売、販売して、それ税金も納めてないでしょうね。情報商材を販売して、無利益を得ようとして詐欺行為を行っている輩たちに言いたいかなって感じがします。あと他にもね、まあ YouTube なんか見てると支援をね、お願いしますっていう人々もいたんだけど、支援を求めちゃダメでしょ。もちろんね、自分なんか例えば生配信やるときもね、ご支援いただく方ありがたいです。ただ自分自身からぜひともじゃあお金を入れてくださいなんていうことは言いません。これはね、ダメだと思うんですよね。物乞いと同じなんですよ。その自分から支援してください。
ていうねやり方、いやそれが本当に公益のためになるものならいいんだけど、自分の私益のものにねお金がいっちゃうのにっていうのがね、ダメだと思うんだよね。 YouTube の収益落ちたからとかね、再生回数落ちたから、じゃあ、視聴者からお金をね、恵んでもらいましょうっていうこじきみたいな感じはダメだと思うんですね、ということでね、まあ、今回いろいろ気になる問題ということで、とにかく情報商材詐欺、ノマドワーカーね、ノマドワーカーとか年収何千万円、その儲け方の秘訣をお教えします、無料でメルマガに登録してくださいっていうのが、これ詐欺文句ですから、皆さん気をつけていただきたいと思います。自分だってもしそういうふうにやればお金儲ける自信があるんだけど、善良な自分ですから、やりませんね、真面目です。本当はそういうふうになったらお金儲けるんだけどね。まあ、とにかくこういった問題に関しては、社会の不条理を正していく、悪を滅する、完全懲悪、水戸黄門さんの完全懲悪ね、善を進め、悪を懲らしめる、この精神で、これからも行きますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。こういった問題、詐欺問題とかもあります。まあ、皆さん、もし何かね、詐欺とかに引っかかってしまった人がいたらね、これしっかりともちろん裏付けとしてちゃんともらいたいんだけど、発表もさせていただきたいと、こういう詐欺があるんだなっていうこともあれば、発表させていただきたいと思ってますので、詳細はね、まあ、またメールでいただければと思います。ということで、こういった問題に関しては、これからも言及させていただきます。